ど素人の阿部ちゃんです。And this is Hannah. またね、今日入っちゃったんですよ。こんな見てください、このピカピカ。もうこんなにね、ピカピカな車、そうないっすよ。太陽が似合いますね。もうめっちゃ輝いてる。はい。さっきね、あのうちのメカニックの大先輩が綺麗に洗車してくれたんで、はい、もう輝いてますよね。ピカピカですね。はい。で、なんか、最近、はい、錆びてる車とか多かったじゃないですか。多かったですね。あのこんな車買ってはいけないシリーズみたいな、はい、で結構ねコメントをいただくんですけど、はい、これはねマジモンっす。マジモン、マジモン。こういう車を買ってほしいシリーズです。今回逆に買いな車です、ね、買いな車完全に。うん。 So today、we're gonna do this very very shiny car. And in the previous videos、we show you thatcars that you should not buy, but for today's video, we're gonna do a car that you should buy. はい。で、あのね、その GTR のこう中古市場とか、はい、話ね、前のビデオでしたじゃないですか。はい。で、こういう車は値段下がらないですよ。ちょっとね、あのなんかボロい車はどんどん下がりますよってミー君が言ってたんですけど、こういう車は下がらないです。維持されていく相場が。でもう僕らもこう、ね、僕3人のファンなんでやっぱこういう車紹介するのすっごいテンション上がるんですけど、はい、楽しみですね。ちょっとね一緒に皆さんと見ていきたいと思うんで、はい、お付き合いよろしくお願いします。お願いします、はい、まず外装を見ていただくんですけど、はい、まあお決まりの、はい、お決まりのフードトップモール、はい、これはねネジ止めされてるんでこれは本物のニスモですね。おでこの N1 ダクト、ニスモダクトってやつですね、はい、これもおそらくニスモのものだと思います。はい、はい、So in the front, this has a Nismo hood top molding and Nismo duct. はい。で、あとは特徴としてはですね、この車はヘッドライト、はい、ヘッドライトがね、あの通常の純正品じゃなくてこれはまあ俗に言う N1 ヘッドライトって言うんですけど、はい、普通ってここにあのプロジェクターのこう丸いやつあるじゃないですか、はい、でもこれはあのN1 ヘッドライトっつってライトの種類が違うんですね。で N1 ヘッドライトって言ったり革命って言ったりします。はい、うん。So this car has rechanged the headlight and it has a N1 headlight. はい。でね、普通の純正のプロジェクターだと暗いよっていう方が結構いて、はい、このライト重宝される場合が多いんですけど、うん、結構ねこれ中古でも高いです。高いですよね。1個ね、N1 仕様の。5万ぐらい。5万ぐらい。すると思います。はい。So N1 headlight is more expensive than the OEM one and it costs around 50,000 Japanese yen.、うん、で結構これ好き嫌いあると思うんですよ。あ、そうなんですか。こっちがいいよっていう人もいれば、あの純正の方のプロジェクターの目が可愛いよっていう人もいるんで、うん、でもただこれにすると結構こうイケメンになる感じ。かっこいい感じに。かっこいい、かっこいい。 So this headlight has more cool look than the OEM one、はい、でね、バンパーの傷はほとんどないですね。ないですね、うん、飛び石傷もないし、リップスポイラーのね下側って大体擦ってるんですけど、はい、傷ないんですよこれ。ないですね、はい、逆に探す方が難しい、うん、本当に。ただね、このエアクリー、あ、じゃないや、インタークーラーのこのメッシュ、はい、メッシュのとこはもうなくなっ、取ってますけど、はい、それぐらいですね。はい。 So the scratches and condition on the front is there is no scratches and it is in very very good condition.You cannot find like small scratches. はい。And the front mesh is removed. はい。で、ただね、ボンネットフードに関してはこういうところにちょっと傷があったりとか、はい。まあ、ここにもちょっと傷あるんですけど、はい。うん。まあ、状態はかなりいいですね。そうですね。あとここにスカイラインマークがないかな。あ、あのエンブレム。はい、エンブレム。So this has a small scratch in this part and in this part, and the emblem on theHood has been removed. はい。じゃあ今度横髪を、はい、出ましたよ皆さん。これですよ、これ。これですね。また定番の、また定番のこれ何でしたっけ、花ちゃん。あの T37 ですね。そうです。しかも今回はブロンズカラーですね。はい。で、あの今まで紹介したやつは T37 が18インチだったんですけど、はい、今回は17インチ。17インチ。のこれは 9.5J かな。9.5J ですね。はい。はい。So this has a Volk Racing TE37 in 17 inch 9.5J、うん、でね、こう
3人はね、やっぱ17インチが収まりいいですよ。うん、18インチも確かに大きくなってかっこいいんですけど、はい、この3人のこのホイールハウスにこういい感じのムッチリ感が出るのがこう17インチかなって僕は個人的に思います。So, Abe-chan thinks 17 inch more looks good more on the BNR 32. It's not that full and it is like just like the size is perfect. そうですね。で、あとはね、こうブレーキも見てわかる通り、もうめっちゃでかいのが入ってるんです。入ってますね。はい、これアルコンですね。おアルコンの6スポット。はい。これね、めっちゃ止まりますよ。うん、効きがやっぱり。効きがやばい。うん。So this has an Archon 6-spot caliper and the brake works very very good on this caliper. はい。で、タイヤサイズは255の4017ですね。はい。これ僕も同じサイズ履いてます。And the tire size is 25540R17 inch、うん。で、サスペンションはテインになります。And it has a Tain coilovers。はい。で、今度はドアの方を見ていくんですけど、あのね、毎回動画で説明してるこのウィンドリテナーのところ、はい、ここもね、見てください、ひびゼロ、ひびゼロですね、ひびゼロです。 So there's no cracks on the window retainer。 これね、珍しいっすよ、はい、だいたい割れてますから。そうですね、ひび結構入ってる車の方が多いですね、うん、で、この車多分ね、あのリペイントもされてないんですよ。で、シルバーの車も割と塗装のツヤなくなったりとかする傾向があるんですけど、はい、多分この車ガレージ保管ですね。ガレージ保管、うん、ガレージに保管されてた車だと思います。はい。 So this car doesn't have cracks on the window retainer but it doesn't have a roof visor and silver also get faded easily but this car is not so it looks like it was storage on the garage、うん。あと特徴としてはこのニスモのマッドガード、これがついてるぐらいですね。はい。うん、so this has a Nismo mud guard。はい。ここにちょっとだけ傷が見えますね。And it has a small, like scratch on this part。はい。で、あとはリアもタイヤホイールは同じになります。はい、サイズも同じです。はい、で、ブレーキがフロントはアルコンだったんですけど。はい、リアは 34GTR のブレンボですね、うん、これに変わってます。はい。 And the tire and wheel is same as the front but the、brake is different. The brake is from OEM R34 brake。 はい。で、サスペンションはテインですね。 And suspension is also テイン。 はい。でね、この車のなんか外装で唯一まあ劣化してるところというか、はい、ここのモールがちょっと浮いてるぐらいですかね、うん、リアウィンドウに。So the only problem on this car is the rear window molding has bubbling. はい。あとワイパー。ワイパーが。And the wiper, the rubber on the wiper is almost、はい、came off. これほとんどね、雨の日に乗らないと思いますよ、こういう車って。あとまあ直せますよね、ワイパーで。あとこれすぐ直せるんで、オートバックスに売ってますから。2,3,000円ぐらいで。はい、すぐ直る。はい。あとリア周りも本当すっきりしてて。あのニスモのこのトランクリップもついてないし、はい、もうエンブレムすらついてないですね。普通ここに日産とエンブレムついてるんですけど、これすらもなくて、すっきり。すっきりって感じですね。うん、であとマフラーだけ柿本会のマフラーがついてる感じ。はい、so on the rear they took the Nissan emblem and this one doesn't have a Nismo rear small spoiler and it looks like very very clean.And the muffler exhaust is from Kakimoto Kai. 今度トランク見ましょう。Let's check the trunk. 毎回言いますよ。はい、これ何回でも言います。ここは必ず見てくださいね。So when you buy a car, please check this ceiling. はい。こっちも見てください。はい。はい、ここは変わってない証拠ですね。変わってない。So this has a bump, so it means that this is original.And not repaired. うん、で結構ね、ガレージ保管じゃない車で、はい、結構雨当たってる車ってこのトランクのね後ろについてるここのネジ、はい、これ結構錆びてる車多いですよ、はい、うん、でこの車錆びてないんで、まあ、おそらくガレージかなと、うん、So most of the car that is parked outside the bolt on this part get rust but this one doesn't have a rust so it means like this car was stored on theGarage. うん、あとね、トランクの中も、はい、
こういうとこ結構錆びるんですね。このスペアタイヤのこの辺。はい。ここにね、水溜まってたりする車があったりするんですよ。水、このモール関係が劣化してると水が垂れてここ錆びちゃうんですけど、この車錆びゼロですね。で、あとこのトランクの補強バーみたいなのが、はい、これ多分車外パーツでついてますね。So on the trunk there's no rust on this part and most of the car has rust but this one doesn't have and it has an aftermarket reinforced bar. トランクもすごい綺麗です。すごい綺麗ですね。めっちゃ綺麗。寝れそうこの中で。布もめちゃくちゃ状態良かったですね、はい、であとね、こちら側もほとんど傷ないんですよ。はい、鉄やもあるし、はい、この辺のね、傷もあんまりないしないですね、はい、リテーナーも綺麗だし、はい、もうなんか外装は文句つけれないです。ないですね。文句つけようがない。褒めるところしかないですね。 So on the passenger side it is same on wheel and tire and the side is very very good condition as the driver sideIt doesn't have a scratch or dent. ちなみにシルバーの GTR 紹介するのって初めてじゃないですか。初めてです ね、確かに。This our first silver BNR 32 that we're gonna show you. やっぱ何色でもかっこいいな。じゃあ次内装見てみますか。はい。はい。Next, let's check the interior. はい、じゃあ次内装ですね。まずね、あ、すみません。Next, let's check the interior. はい、まず内装はね、ほとんどノーマルです。で、この車、後でエンジンのところでお見せするんですけど、はい、割とね、チューニングされてるんですよ。お、エンジンの方は。そうなんですね。なんですけど、チューニングカーにありがちなこのここにね、追加メーターがついてたりとか、はい、この辺にブースト系ついてたりとか、はい、そういうのしないです。そういうのはしてない。はい、で、シートも純正ですね。はい、これがまた渋くて僕好み。余裕な感じがありますね。So this car, the engine is like tuned, but the interior is more of an OEM. はい。じゃあ細かく見ていくんですけど、はい、まずはダッシュボードを見ますか。はい。ダッシュボードはありがちなここの浮き。はい。ここの浮き。はい。ございません。So most of the dashboard has bubbling in this part and in this part, but this car doesn't have. はい。とエアコンのルーバーも。おお。壊れてないです。壊れてないですね。すごい。And the aircon vent is working well. はい。で、あとはオーディオ関係もノーマル。純正オーディオ、カセットですよ。カセット。Also the audio is OEM. はい。で、このクラスタリッドも一箇所も割れてないし。めっちゃ綺麗。No cracks on the cluster lead. はい。で、シフトノブは変わってますね。うん。And shift knob has been changed. はい。でね、唯一、まあ、劣化してるといえばこのハンドルかな。うん。ハンドルに関してはちょっとね、はい、このザラザラよくありがちな感じになったり、ここはもう剥げたりしてますね。はい。はい。ただこれやっぱね、純正のハンドルかっこいいじゃないですか。うん。これにね、こだわる方結構いるんですよ。はい。で、結構純正だとこうなってきちゃうんで、はい、中古でね、ハンドル探すって方も結構いるんですけど、GTR の専門雑誌の GTR マガジンさんってあるじゃないですか。はい、ありますね。R's ミーティングとか主催でやってるところがあるんですけど、はい、GTR マガジンさんがオリジナル商品でこの似た形状のステアリング出してます。おー、そうなんですね。新品で、でそれ多分ね、6、7万ぐらいしたかな。まあでも中古で15万の買うよりは安くこの形をキープして、ね、この真ん中の保温ボタン、後期用だったら使えるらしいんで、よかったら R 乗ってる方チェックしてみてください。そうですね。はい。であとはシート関係は、はい、まあ年相応にしても綺麗な方ですよ。綺麗ですね。ちょっとこの辺のへたりはありますけど、はい、他の車にあるようなもうめちゃくちゃ色あせてたりとかはないですね。シミとかがひどいわけでもないですね。はい、まあ、ちょっとね、汚れたりするのはどうしようもないんですけど、はい、まあ、この車に関してはそこまでひどくないです。はい、で、このありがちな B ピラーの上の内張り剥がれとかも最小ですね。ちょっとだけ剥がれてますけど。そうです。はい、ちょっとだけ剥がれてる。うん、まあ、この辺交換すればね、はい、大丈夫だと思います。で、その他も内装はめっちゃ綺麗なんですけど、はい、やっぱりこういう
綺麗な車。お庭。このニスモのマット。フロアマットが。やっぱこれついてるんですね。はい、俺もつけようかな。そうですね。はい、つけた方が。あ、あとね、一個だけ。はい。この時計。時計。時計はね、壊れてます。あ、壊れてる。はい、これね、結構壊れちゃうんですよ。やっぱ壊れやすいんですね、時計は。これはね、持病です。持病。はい。内装はこんなとこですね、はい、もう文句あんまつけようがないです、はいはい、So for the interior, the seat is very very good condition. It has a small deformation on the driver's side and no like stains or torn on the seats. And this car has a Nismo floor mat. はい、はい、まあ内装はこんな感じです。 That's all for the interior. じゃあ次はこんな車を買ってほしい、うん、逆ですよ、こんな車を買っちゃいけないんじゃなくてこういう車を買ってほしい車の下回りはどうなってるかちょっと見てみましょう。はい、お願いします。 So let's check the under part underneath of the car. あのね、まだね、塗装残ってんす、ちゃんと全部、耳のとこもで、ジャッキポイントも潰れてない。もちろん穴なんか開いてないですよ。ほら、こんなとこもね、こういうとこもまだ塗装残ってるってすごくないですか。やばいです。めっちゃ綺麗なんですよ。 It has still paint on the underside. ほらね、ほらね、ほらね、よいしょ、すげえな。めちゃんこ綺麗です。なんでここ見ていただけると分かる通り、キャタライザーは HKS のが入ってますね。 And the catalyzer is from HKS. まあこんなもんですよ。買ってほしい車はこういう車ってことですね。いや、なんかもちろんそのある程度の車を買って、うんうん、自分好みに直していくっていうのも、うん、楽しみの一つだと思いますけど、はい、例えばシャーシに穴開いてたら一箇所直すのに多分20万ぐらいかかりますよ。そうですね、はい、でこの間のサンサンみたいな車の状況だと多分全部シャーシ直すのに200万ぐらいかかる。うん、だったらね、そうですね、はい、っていう風におすすめします。こういう車の方がもうこう孫世代とかにもこう乗ってもらえるんじゃないかみたいな、かもしれないですね。親子2台とか3台で、まあ、語り継がれる車だと思います。はい、はい、じゃあ次はエンジンですね、はい、見てみましょう。Next, let's check the engine. このね、エンジンはまたね、説明するとこがいっぱいあります、はい、ちょっと長いかもしれないですけどお付き合いくださいね。お願いします、はい、まずはRB26 ですね。はい、はい、So this car has an RB26. で、この車のこうエンジンの一番の特徴としては、はい、オーバーホール済みなんですよ、これ。おー、されてるんですね。そう、オーバーホール済みです。で、オーバーホールされてからまだ3000キロしか走ってないんですよ。3000キロしか。そう、だからちょうどこう慣らしが終わったぐらいの状況。あー、ちょっとテストみたいな感じ。そう、そのぐらいなんですよね。So this engine has been overhauled.And after overhaul, the mileage is only 3,000. はい。で、結構細かく部品いっぱいついてるんで、はい、まあ、それぞれ説明していくんですけど、はい、まずインタークーラーがトラスト。はい、トラスト。So the intercooler is from Trust Bretti. はい。で、ラジエーターが紅葉。はい。And the radiator is from 紅葉。はい。で、あとはこう。サクション関係、サクションパイプと、はい、エアクリーナーはトラストですね。So on the suction, the air filter and the suction pipe is from Trust Gretti. はい。で、ここを見ていただくと分かるんですけど、はい、こうエアフローセンサーついてるじゃないですか。うん、はい、なんですけど、配線されてないんですよ。ああ。つながってない。うん、つながってない。はい。で、これはね、前に紹介した車でも、あの34かな、はい、黒い34の時にあったんですけど、はい、これコンピューターがあの HKS の V プロに変わってて、うん、もう DJ トロで制御してるんで、エアフロー使ってないです。So this has an airflow, like, airflowless sensor? はい。Sensor, but it is not connected, so it's not working.
And this car has a V Pro HKS computer. So it is adjusted by that computer. そうですね。はい。で、あとタービンも HKS の GTSS が入ってます。So also this turbine is from HKS GTSS turbine. はい。で、それに合わせてインジェクターも変わってるし、はい。あとレギュレーターも新しいものがついてるし、はい。うん、もうなんかね、いっぱいついてます。もう結構新しい感じですね。うん、まあ、ちょっと見た感じ古く感じるんですけど、あの中身はね、ちゃんとオーバーホールされてて、走ればわかる感じです。走ればわかる。で、これは中身もオーバーホールの時に、まずカムが透明、ポンカム、透明のポンカムついてて、はい、あとピストンが透明の単造ピストン、はい、で、あのオーバーホールされてると。はい。うん、so when overhauling, they change the pump cam to Tome, and this also has a forged piston from Tome too. はい。And the injector has been changed, and also the fuel regulator is new. はい。あとね、ここも見ていただくと分かるんですけど、多分これクランクセンサーも新しくなってますね。はい。Also, the crank sensor has been changed new. うん。結構ね、やってありますよ、この車。はい。馬力次第ですけど、これ多分500馬力ぐらいは出そう。おー、 SS タービンでも結構馬力出せるんで、はい、それぐらいの馬力出せる機能はついてるって感じ。走りやばい。走りやばそう。試乗が楽しみです。お、 So since this turbine has been changed, like power is around 500, so let's check that while test driving this car. はい、あ、ごめんなさい。あの、ブーストは HKS の EVC ですね。はい、これがついてます。So the boost is from HKS EVC. はい。じゃあエンジンかけますよ。お願いします。はい、so let's check the engine sound.カム入ってるんで、はい、ちょっとね、アイドリングは若干ノーマルよりはバラつくんですけど、別に指導性も悪くないし、はい、レスポンスは抜群です。抜群、はい、So since the cam has been changed, the idling is not as stable as the OEM, but the response is very very working well、はい、じゃあマフラーの音、はい、聞いてください。So let's check the exhaust. It's from Kakimoto Kai. いい音してますね。いい音してました。してました。たまらないっすわ。たまらないですね。踏みたくなっちゃう音。まあこんな感じですね。はい。はい、じゃあ次はいよいよ。市場の方に行っちゃっていいですか、はい、行っちゃってください。いやもうね、やっぱ GTR ファンとしてはね、この仕事すごい嬉しい。本当に転職って感じ。転職、まあそうかもしれないけど、こんないろんなね、仕様の車乗れて、うん、GTR ね、もう嬉しいです。ありがとうございます、はい、So that's all for the engine. Next, let's move on to the test drive. いっちゃっていいですか。行っちゃってください。行っちゃっていいですか。まずですね、はい、あのエンジンかけたじゃないですか、はい、でこうやってね、ちょっと軽くアクセル煽ると分かるんですけど、やっぱコンピューターが変わってるのか、はい、ピストンが変わってるからか分かんないんですけど、はい、こう RB26 の、はい、こう吹き上がっていく時の、なんていうの、こう暴力的な感じがちょっと抑えられてるんですよ。おお、なんかすっごい調律されてるって感じ。雑な感じじゃない。雑味がないって感じですね。乗ってる人ならではの感想というか、フィーリングですね。そうですね、ノーマルに比べてそんな感じですね。うん、そう、すっごい楽しみ。ワクワクしてますね。So when you put your foot on the gas pedal, since the computer and the cam has been changed, it is very very balanced and it's not、なんて言うんだろう。うん、Like, it is like a good piano. なんかファインチューンドって感じ。うん、そうですね。じゃあ、行きますか。お願いします。あの、まずね、クラッチ踏んでいる時の音をちょっと聞いてほしいんですけど、はい、聞こえるかな。
ょっとねこうカラカラっていう音がしてるんですけど、はい、これね、あの車外のツインプレートクラッチが入ってます。 So when you push the clutch it makes a sound and it has a twin clutch。 じゃあ早速行きたいと思います。お願いします。ブレーキもね、すごいのついてるんで、これちょっとブレーキ試してみますか。はい、お願いします。めっちゃ効きめっちゃ効きますね。でやっぱりね、あのエンジン結構チューニングしてあるって紹介したじゃないですか、うん、はい、あれぐらいチューニングしてあって馬力出てるとやっぱノーマルのブレーキだとね怖いですよ。あー、ちょっとやっぱりもうすでにやばいですね、うん、で今日はまたあのいつものテストコースじゃなくてあの GTR の能力を存分に発揮できる方のテストコースに行きます。 お願いします。 So since the engine is tuned and it need a more good brake and this Alcon brake really really works good on this engine、はい、でこれねさっきあのサスペンションのところで紹介し忘れちゃったんですけど、はい、あのサスペンションのアーム関係、はい、アーム関係がニスモのサーキットリンクっていうのが入ってるんですよ、はい、ニスモの部品入ってるんでその辺もリフレッシュされてるって感じですね、うん、So on the arm we forgot to tell you but this has a Nismo circuit link so it is at the arms also are refreshedSo this car is very, very working good and condition is really, really good. で足周りの味付けに関しては割と街乗り重視な感じがありますね。割とソフト。そんなにこうガタガタしないっていうか、硬い感じはあんまりしないですね。So on the feeling of this car, it is more like for a street drive than the race drive. It is not that hard.It is more like soft. いいなぁ、これぐらいチューンしたらいくら金かかるんだろうなブレーキだけであれどれぐらい、うん、多分ね、フロントブレーキだけで30万ぐらいするんじゃないですかおそらくすごいな。でこの車 あのエンジンオーバーホールしてあるって言ったんですけど、はい、ミッション、はい、ミッションは R33GTR の新品純正が入ってて、それは入ってから7000キロっていうことですね、うん、で結構32のミッションって後期は33と同じなんですよ、はい、なんですけどやっぱ年数経ってるんで2速に入れる時とか、はい、3速にシフトアップする時に、はい、ガリッてなったりするんですよ。あ、うまくやらないと、うん、それがね一切ないですこれ。おー、 SoWe also forgot to tell you that the transmission has been changed to R33 GTR transmission and it is new transmission. And the late model R32 and R33 transmission is same, so you can replace. And like if you use old transmission, like when you change the gear to like 2 or 3,Like it makes a sound since it is worn, but this one does not make a sound. いや、いい天気っすね。そうですね。春が近づいてる感じが。筑波山。この動画見てる人って、はい、日本の人が多いんですよね、きっと。日本の方の方が多いですね。じゃあもうあれですね、スポーツカーにはいい季節になってきましたね。うん。どんぐらいまでかかってました今。さっきチラッと見たら74
And boost on this car works really, really good. ターボラグもね、ないです。うん。3000回転ぐらいからもう制圧ですね。And also there is no rag. うん。いい感じ。超気持ちいい。88まで行ってましたね。あ、本当ですか。まあ、1キロ前後までかかるのかな。うん、やっぱこの車もあの足回りリフレッシュされてるおかげで、はい、全然もうまっすぐ走るし、うん、あの結構ショック抜けてる車って、はい、加速の間にピッチングがあるんですよ、こうやって前後方向に。そういうのもね、すごいあの抑えられてて、うん、乗りやすいです。うん、So since the arm of this car has been refreshed in a small circuit link, it is very, very stable and it drives straight. Wow, 0.96 までかかってましたね。おお。So the boost was.About around 0.9. タナちゃん結構こういうなんか速い車に最近よく乗ってますけど、はい、どうですかこういう車自分で買うのは。いや、買えるのなら買いたいですね。買えるのなら買いたい。乗れるなら乗りたいみたいな。なるほどね。いやでもやっぱ乗る回数が増えるにつれやっぱ良さをどんどん知れて、うんうん、やっぱ魅力的な車だなってすごい思いますね。わかります？この GTR の素晴らしさ。めちゃくちゃもうわかります。もうね、一回もう好きになったら虜ですよ。虜ですね、うん、もうやっぱ街中走っててもこう GTR とか見るとおって思いますもん、うん、もう僕レベルないとね、音でわかりますよ。もう音で RB26 の音すぐわかる。本当に追って思うとやっぱり GTR だ。すごい、それはもう変態ですね。キキエンジンとか良さそうじゃないですか。あのね、何個かできますよ。ホンダの B16 とか、はい、あとはトヨタの 2J とか、はい、あとはそれこそマツダのロータリーとか、スバルの、 あの EJ20。 ああ、じゃあ結構あれぐらいだったらなんとなく分かります。あ、じゃあちょっとミー君とかにお願いして。あ、キキエンジンね。キキエンジン目つぶって。怖いな。間違えたら罰ゲーム。罰ゲーム。罰ゲームなんだろう。部品取られるね。いやだいやだいやだ。そうですね、そういうの見たいって思う方いたらちょっとコメントとかで、皆さん頼みますよ。ちょっと罰ゲームまで考えていただけると。それ面白そうですね。でも見ていただいてる方とかも音で分かったりするんですかね。うん、多分ね、GTR 乗ってる方だったら分かる。音は分かると思う。すごいな。じゃあちょっとあの僕がなんで GTR 好きになったかっていうお話もしますか。あ、お願いします。せっかくの機会なんで。あの興味ない方は飛ばしてください。最後の方は、ね、最後の方は飛ばして、はい、あのもともと僕お父さんが車好きで、うん、お前日産のディーラーで働いてたんですよ。ああ、お父さんが。はい。で、うちの親父はあのケンメリ、うん、ケンメリスカイラインの4ドアに乗ってたんですね。お、俗に言う4メリってやつなんですけど、うん、それに乗ってたりとか、もともと車が好きなあの親父の影響で、はい、まあ、車が好きになったんですけど、はい、なんでこの32が好きになったかっていうと、うん、あのレーサーの土屋圭一さんっているじゃないですか。あ、有名な方ですね、はい、あの方が昔出てたあのなんて言うんだろう、 V シネ、うん、あの映画なんですけど、こうビデオの映画みたいなシリーズがあって、うん、それのね、首都高速トライアルっていう作品があったんですよ。首都高速トライアル、はい、その作品にこの3人がほぼほぼ主役みたいな感じで出てたんですね。はい。でそれ僕あの当時3歳だったんですけど、3歳の頃に、
はい、3歳でそれを見て、はい、もう衝撃。すごい、うん、3歳で。そう、早いですね。でもう、あ、この車はもう買うって思いました、その時。3歳の頃にもう絶対乗りたいって、絶対乗りたいと思って、もうそのそれからラジコンは買ったし、プラモデルはもう何台作ったか分かんないし。すごい。ミニカーも何台も買ったし。すごいですね、はい、やっぱ 32A の方っていうか GTR へのパッションがもうすごいですね。そうですね、もうだってこれ以上好きな車は多分ないんですよね。もう生涯死ぬまで乗り続けたい。すごいな。お金が許す限りね、乗りたいですけど、まあ、あのトラスト企画に入ったのも結構3人ってこう部品なくなってきてるじゃないですか。皆さんもあの知ってると思うんですけど、はい、こうニスモからねパーツいろいろ出てるよみたいなのもあるんですけど、はい、それでもどうしてもないパーツってあるんですよね。まあ、なんですけど、まあ、変な話、はい、トラスト企画に勤めてれば、はい、おそらく3人のパーツには一生困らないと思うんですよ。多分ないパーツってないと思うんで。そうですね、うん、めちゃんこありますかね。そうそうそう、それでなんかあのなんだろう、勘ぐったわけじゃないんですけどここに勤めてれば安心かなみたいな、ここだみたいな。そう、シャワリも効きますしね。そうなんですよまあそんな経歴があるんですよね。でも実は僕3人買うまでは車持ってなかったんですよ。あ、そうなんですか。そう、だから初めての自分の車が GTR なんですよね。もう決めてたんですか、もう3人乗るまで。そう、お金貯めてたんですよ。すごい。で、前は東京に住んでたんで、うん、もうなかなか車買うの大変で。そうですね、お金は貯めてたんですけど、ちょっといいタイミングがあって買ったと。すごいですね、うん。あのこれね、純正オーディオついてるんで、はい、ちょっと聞こえるかとかやってみましょう。お願いします。お、すごい聞こえる。宮間上戸祭町で混雑しています。あ、これね、あの純正オーディオじゃないと使えないんですけど。いきますよ。 FM AM 切り替えです。これ AM ちゃんと使います。こっちはチューニング。やばいやばいやばい南部と使えますね。使えますね。すごい。So this has a OEM audio and the switch on this part and the audio works just fine. はい。すごいな。こんなにちゃんと動くね、3人珍しいんじゃないですか。これは本当に大切に乗っていただける人っていうか。その方がいいと思う。そういう人に。でね、コンピューターも変わってるっていうことで、はい、あとタービンも変わってるし、結構チューニングされたエンジンなんですけど、はい、これはちゃんとね、作った人まともなとこで作ったんだと思います。あ、お金かけてというか。そう、お金ちゃんとかけて作ったのかな。すごいね、街乗り全然 OK。 This car is very very tuned. The computer and the turbine has been change, but the tuning is really really fine and it works just fine on the street. なんか適当なとこで作るとね、結構大変なんですよ。あ、そうなんですか。こういうエアフロレスのチューニングって扱いが難しかったりするんですけど、この車はね、すげえいい感じです。So it looks like the previous owner really really put money on it and so the car is useful and not that difficult to drive. はあ、戻ってきました。 Now we're back. いやどうでした？最高だったまあ、ニスモのファインスペック乗った時もそうだったんですけど、やっぱ僕自身が欲しくなるぐらいいい車なんですよね。まあオーナーが欲しいぐらいだから、多分本当にいい車本当にっていう、まあ、お伝えかなっていう感じ。
So his impression, he wants to buy this car. He owns an R32, but he also likes this car. So it means this car is really, really good. まあこの車はおそらく車両での販売になるかなっていうことなんで、ちょっとねこれぐらい程度良くてチューニングしてあると割とちょっとプライスが高いかもしれないんですけど、この車は買っていい車です。買っていい車ですね。買っちゃダメじゃない。買っていい車。買っていい。ぜひ買ってください。断言します。買っていい車です。なのでまあ行販になるとは思うんですけど、一般の方でもご興味があったらあの。お友達の車屋さんとかね、そういうところを通じて、よかったら連絡をいただければと思います。はい。はい、お願いします。では本日の動画は以上となります。はい、so this car will be listed on our car inventory. It's kind of expensive, but if you have interest, please check our website. はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。はい。